皆さん、ワークアウトお疲れ様です。スマートワークアウトのヨッシーです。本日は肩の筋肉である三角筋のトレーニング種目、サイドレイズについて完全解説していきます。それでは早速やっていきましょう。まずはじめに、丸々とした肩を作る筋肉、三角筋について見ていきましょう。三角筋全部は腕を前方に上げる働きがあり、肩前面の厚みを形成します。三角筋中部は腕を真横に上げる働きがあり、肩外側の厚みを形成します。三角筋後部は腕を後ろに上げる働きがあり、肩後面の厚みを形成します。以上のことから、丸々とした三角筋の成長を促すには、さまざまな方向からのアプローチが必要となることがわかると思います。その中でも特に肩のアウトラインを形成するために最も重要な三角筋チューブのトレーニング、サイドレイズについて深掘りしていきます。開始姿勢です。スタンスは腰幅から肩幅程度に開き、膝を軽く曲げて立ちます。ダンベルを親指で包むように握り、手のひらを体側に向けます。手首をまっすぐに固定し、肘を若干曲げてセットします。視線は前方へ向けます。上げる動作。腕を肩関節のやや前方に開き、一定の速度でゆっくりダンベルを上げます。ダンベルを肩の高さ程度まで上げます。なぜ上げる方向が真横ではなくやや前方なのかというと、図のように肩甲骨面、スキャプラプレーンは生理的に30度水平屈曲していて、その角度に上腕骨のラインを合わせることが解剖学的に肩関節にかかる負担が少なく、安全なトレーニングができるからです。下ろす動作。ダンベルを上げた状態からゆっくりスタートポジションに戻ります。その時、完全に下ろさない、負荷を抜かないようにしましょう。負荷を抜かないようにするコツは、下ろした時、ダンベルが体に接触する手前で止めて、再び上げる動作に入るとうまくいくと思います。動作中は体幹をまっすぐにキープし、肘と膝の角度を保持します。ここで肩関節のバイオメカニクスについて解説します。腕を肩関節から垂直に下ろした位置だと、肩関節と重りの距離がゼロであるため、肩関節への負荷もほぼゼロとなります。しかし、肩関節を90度外転すると、肩関節と重りの距離が最大となり、肩関節への負荷も最大となります。このことから、腕を垂直に下ろした状態を長くすると、トレーニング効果が減少することがわかると思います。続いて、トレーニング効果が減少するエラー動作と修正のポイントについて説明します。上げる動作で肩甲骨を上げてしまう、僧帽筋上部に効いてしまい、三角筋への刺激が弱くなります。このエラーを修正するコツは、肩をすくめる動作を極力なくし、肩関節を外転させることに集中しましょう。上げる動作で肘が下がっている、肩の可動域が狭くなり、三角筋への刺激が弱くなります。このエラーを修正するコツは、肩を外旋しながらダンベルを高く上げるのではなく、やや内旋しながら肘を高く上げるようにダンベルを握っている小指と薬指をやや上方へ引き上げるよう意識します。腕を下げた時に休んでいる、三角筋への刺激がなくなり、トレーニング効果が減少します。このエラーを修正するコツは、下ろした時にダンベルが体に接触する手前で止めて、そのまま上げる動作に移ります。可動域が狭い、同じくトレーニング効果が減少します。可動域を確保するように意識しましょう。上体の煽り動作を使う、これも三角筋の関与が減り、トレーニング効果が減少します。体幹を固定して三角筋のみの運動に集中しましょう。絶対にやってはいけない医学的に危険なやり方。反動を使い、肩よりも高い位置まで上げる。効果が減少するとともに、
棘上筋インピンジメント症候群発症の危険性があります。ここでインピンジメント症候群について説明します。肩のインナーマッスルの一つに棘上筋という大切な筋肉があります。棘上筋は肩甲骨と上腕骨の隙間を走行しているので、サイドレイズなどで腕を勢いよく上げると、棘上筋が肩甲骨と上腕骨の間に挟まれて傷んでしまうことがあります。このようなアクシデントを防ぐために、先ほど説明したように正しいフォームを実践してください。また、肩に痛みや違和感を感じたときは、直ちにトレーニングを中止してください。続いて、効果的なセットの組み方について説明していきます。まずはステップ1。重さ 20RM。1セットあたりの回数15回。セット数3から5セット。習慣頻度2から3日。実施期間1から2ヶ月とします。ステップ2。重さ15から 20RM。1セットあたりの回数15から20回。セット数3から5セット。習慣頻度2から3日。実施期間2から4ヶ月とします。ステップ3。重さ10から 15RM。1セットあたりの回数10から15回。セット数3から5セット。習慣頻度2から3日。実施期間は2から4ヶ月とします。ベンチプレスのような多関節種目と違い、サイドレイズのような単関節種目では、高重量で反復回数が10回を下回るようなトレーニングを行うと、可動域が狭くなったり、反動を使ってしまい、筋肉の成長が最大化しないばかりではなく、怪我をしてしまう危険性も高まります。特に初中級者の方は、このことをしっかりと理解しておいてください。年間トレーニング計画は、まずはじめにステップ1を1ヶ月、ステップ2を3ヶ月、ステップ3を2ヶ月継続したら、ステップ2に戻って3ヶ月行います。これはあくまでも例であり、それぞれのステップの期間はご自身で判断していただいて大丈夫です。判断の目安は、筋力の成長が停滞し始めた時期が良いでしょう。上級者になれば、もっともっとたくさんのバリエーションが考えられます。筋肉の成長を楽しみながらトレーニングを頑張りましょう。この動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録、高評価をぜひお願いします。また、この動画についてのご意見、ご質問などはコメント欄にいただけると嬉しいです。公式 LINE や Instagram、X のリンクも概要欄に載せておきますので、メッセージ、DM などでお気軽にお問い合わせください。番組に対するリクエストも受け付けていますので、やってほしい内容などがありましたら、ぜひ教えてください。それではまたお会いしましょう。